これはもう月並みですけど、あれですじゃないですか、はい、王子様と何か訳があって離れ離れになってしまったの、はい、これはあの刺さったら死ぬやつどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。鼻から吸って痛いタイプの水です。お前水だったんか。マジ水だったみたいな。しかも鼻から吸って痛くないタイプの水って害なさすぎだろ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんてか、ちょっと待って、誰だお前。待ってて。もみがやそばフォローをやめていじめないで。いや、これあの、夏目さんちがよく使ってるあの、ポーズ人形なんですけども。あー、もみごろー。ということで今回こちらですね、なんて書いてあるでしょうか。せーの、タラバガニフレーバー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 。ベリコン。終わらすなよ、だからやめろ。きちんとキッチンにないキッチングッズの皆さんたち、帰れ台所にお前。こちらでございます。ヴィランズ、ヴィランズ、皆さんヴィランってご存知でしょうか。ヴィランというのは、はい、物語における主人公から見た敵たちですね。わかりやすく言うと悪役のことなんですが、はい、まあ、広くこの言葉が広まったのはマーベルヒーローものとか、 あとはディズニー、あとはシルバニア、あと待て見過ごせねえよ。シルバニアファミリーのヴィランズって誰なの。シルバニアファミリーのヴィランズ知らないんですか。知らねえだろ誰も。お隣のアライグマさんちのお母さんが作っているスイカをこっそりかじって食べちゃった鹿の赤ちゃんですよ。ということで今回はあの有名なディズニープリンセス、プロの絵師がヴィラン化したらめちゃくちゃかっこよくなる説。あまり高妙にビーン。多分ね、皆さんね、ヴィランっていう言葉ってなんか魅力的だと思うんですよね。ディズニー系リゾート系列でもさ、ヴィ、うん、ランズたち人気やん。まあ、かっこいいもんね、うん、言ってかっこいいじゃん、うん、まあ、あれかっこいいのはヴィランズがかっこいいのか、あのダンサーさんたちがかっこいいのか、まあ、そこはちょっと定かではないが、うん、悪い男悪い女ってちょっと魅力的じゃん。やっぱ人気のヴィランっていうのはさ、はいはいはい、こう目的があってさ、 ね、そのためだったらっていう、そうね、悪の美学みたいな、ね、そう悪の美学がかっこいいんですよ、やっぱヴィランっていうのは、うん、まあ、なので今回はですね、ディズニープリンセスの中から3人選んでヴィランにね、もう闇にね突き落としていきたいと、幸薄くしていきたいと。それでは皆さん、お手元にクジラをご用意ください。何をするつもりなんですか。ということで第1回戦でございます。でーでん、アリエル、アリエル、はい、アリエルね、人魚姫のね、人魚姫のね、アンダーザ海、アンダーザ海、中途半端な和訳。よーい、アリエル、ペポペペポペペポポポペ。これはもう月並みですけど、あれですじゃないですか、はい、王子様と何か訳があって離れ離れになってしまったの、はい、これはあの刺さったら死ぬやつ。アンダーザ海、アンダーザ海、いろんな魚たち暴れる音楽。何か違う息や。ということで第1回戦、アリエルのヴィラン化、せーの、でーでー、悪そう。悪そう。これちょっといろいろ設定はありますよ。10年後です。10年後、はい、映画が始まった冒頭、雷雨の中、うん、雷が鳴って、うん、船がドバーンって沈むシーンから、でそこの海の中で、うん、でそのスタートに、うん、雷鳴がバーンって轟いて光が海底まで差し込んだ瞬間にこれがドゥーンって映ってリトルマーメイドって出てくるタイトル。あのアンダーザシーンの国は全て滅びてアースラすらも滅びました。でこれはアースラ、うわーそれやばいね、うん、でこれは仲間たちの骨を集めて作ったトライデント、これを海流に乗せて骨で八つ裂きにします。強いです。人間への復讐をひたすらに続けるアリエル。だからさ、冒頭は船が沈むシーンがある、まあ、とにかく人間のせいで海の底の世界が滅びてしまった後のアリエル。え、大丈夫か、僕今回テンション上がりすぎて解説くっそ長いんだけど。大丈夫、全部早回しだから、どうせ、どうせね。さやさんの、あ、いい感じだね。あのアーズレ様のさ、あのなんか、はいはいはい、手下いるじゃん。あ、ウツボか。ウツボの手下、ね、一匹しか描けんかったけど、はいはい、アースラの立場と逆転したアリエルっていうイメージね。アリエルがもしアースラっぽかったらみたいな。そうそう、そんな感じ、はいはいはい、まあ、こんな感じですか。こんな感じですね、はい、ゲンさんの世界観に勝てないんですけど。いや、まあまあ、こちらもまた皆さんね、もしよかったらどっちがいいかなっていうと、はい、どっちがなんかよりいいヴィランかっていうのをコメント欄で、はい、投票お願いします。はい、はい、ということで2回戦です。これですよ、最強の女。厳密に言うと、あの、はい、エルサは女王なのでプリンセスじゃないんですね。あ、クイーンなんですね。その辺よ
からするとあなた雪の女王でクイーンなので、あ、別にエルサじゃプリンセスではないと。じゃあディズニープリンセス過去借りということにさせていただきますの。まあ、ちょっとプリンセスとは違うんだけど、はい、見栄え的な意味で選ばせていただきました、はい、では行きましょう。2回戦よーい、エルサ、アナ雪、マリモかわいい北海道にしかいない、マリモうるせえなあかん子に帰れ。ビランっていいよな。だってビランっていうのはさ、うん、確実にもう絶対そいつに光が訪れることないわけじゃん。落ちることしかないわけじゃん。光に倒されることしかないわけだ、ヒーローに。だとしたらさ、ビランの存在価値ってさ、散ることこそが美学なわけよ、ビランの。やば、ここも早回しなんだろうなゆでた孫がうまく作れないのよ、これじゃない、ラーメンに入れたいのは半熟がいいの、固い腕もたまらないわもう卵好きなだけじゃねえかよ、ね、食ってろ一生ということで2回戦せーの、ででん、もうそれ自分で戦わないタイプやそれもうなんかさ、どっかにさ氷でさこう閉じ込められててさ、はいはい、遠隔操作でめっちゃ攻撃してくるタイプじゃん。はい、大正解です。本当の脳みそ怖。そう、アレンデールですごいあの怖がられてたじゃない、エルさんって。そうね。でそれをやっぱり乗り越えてって、うん、私はもうありのままで生きていくのよっつって受け入れられていく話じゃない。自分の能力とかも全部受け入れられるかな、はい、みたいな、なくちゃ見れない、ボロボロボロ。ヴィランだからね、受け入れられるわけないんだって。やめろって、ありのままでなんかいられないのよ。やめろよ、かばったアナだって、うん、投獄されるのよ。やめなよ。全て失ったエルサ、何ができるって何もできずに、この強大すぎる氷の力を抑え込むためにいろんな遠方の魔導士たちも呼び集め、エルサは封じ込められるわけですよ。切な。で地下で進撃の巨人の兄みたいな、あのクリスタル化みたいな、ズタボロになって殺される寸前にまで来るんだけど、最後体を失いつつも残ってるところを全て自分で凍らせて、そのまま傷ついた状態のまま氷になります。あーでしょうね。で自分の体から氷を飛ばせるので、氷の魔物たちが戦ってくるっていうタイプのヴィランですね。楽しそうだなやめろ、鼻息やめろ彼女は最後にね、誰かによって溶かされるといいですね、心がね。遠い遠い未来に、うん、もうこのエルサという存在すらも忘れられてる現代の少年とかが地下に来てエルサに触れ合って、その少年がスッてエルサに触れた後シュワーって溶けるぐらいだといいかなっていう。切な。うわ、いい笑顔いい笑顔。いや、今回楽しいなじゃあごめん、ちょっと長くなっちゃったんだけど、じゃあ次さやのエルサお願いします。いや、もうお腹いっぱいです。え、これはポラフだよ。ポラフじゃねえよということで、はい、エルサでした。エルサでした。またコメント欄で投票お願いします。はい、今日の最後ラストをヴィラン化していくのはデデデデン、ターザン。プリンセスだっつってんだてなわけで最終戦はデデン、ターザン。ラプンツェルだよ、ジャングルに帰れラプンツェルですよ、はい、最近のディズニープリンセスの中だったら一番人気ぐらいの、わかんないけど、いやもうね、断熱人気よ ね、うん、ね、結構人気度高いですよね。あんた見たことないの、ラプンツェル。ありますよ。あなたが見たやつはあれでしょ、本当は怖いグリムドアでしょ。なんでだよ塔の上のラプンツェル見てるよ。これから本当に怖いグリムドアにしていくんだろうな。やめろっていきますよ、はい、よーい、ラプンツェル。でん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 、なんでなんで着信しちゃった。庭の編み物、料理もするの、家畜は美味しい濃厚すんなよごめん、銀のサージがちょっと残っちゃった最近よく見てたから。ラプンツェル、あれみたいな、パレードみたいになってきた。パレードに出てくるラプンツェルとフリーが死ぬほどかっこいいんだよ。おめえ知らねえだろ、おめえ知らねえんだろ集中すんなさあ、うん、ヴィランにしたいというか、僕のやりたいデザインがさ、デザインコストが高すぎてさ、5分とかで終わんないから、もう5分じゃなくていいんじゃないの。どう、それ。嘘じゃん、この今までやってきたシリーズの全ての根底を覆しに来たんだけど、この男の欲望によりおい田中、授業中にスマホいじるのやめろって言っただろう。誰だよ田中って太鼓の達人やってたんだと思う。うん、それいたうちの中学いた、後ろから聞こえてきたフルコンボだろって授業中に国語の時間中に強すぎるよね、魂が、うん、多分人生平の正門だよ全然間に合わなかったから、もうちょっとやるの。嘘じゃない、源さんが書き終わるまで、はい、うんこ何個書けるかしてよ。1うんこ、2うんこ、3うんこ、5うんこになっちゃったよ。終わりました。謝罪なんですけども、うん、今回オーバーして絵のクオリティが上がったわけではなく、設定を詰めただけです。やはりね、
妻としては夫が楽しそうな姿を見るのが一番いいと思います。16うんこです。せーの、ラプンツェル。うわー、悪っ。あ、好き。最後ガチでいいや。そんで16分5分の盛り上がりが。僕あの自分の好きには敏感だから、そこ引き際はいい。そう、別に自分のよりいいものがあればすぐくらがえする。いや、これは、うん、好きだ。そう、塔の上から出れなかったラプンツェルですけど、ね、うん、ラプンツェルの髪の毛ってあの、うん、ちょっと不思議な能力がありまして、ね、触れて歌を歌うと、うん、その触れてるものの時を戻すことができるっていう、はい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 、そうでしたね、そんな能力でしたね、能力なんですよ、はい、でまあその能力で、数々の人を死に追い始め、その人玉を操るっていう。あのランタンみたいな、そうそうそう、お祭りのやつでふわーって持ち上げるやつね。いつかあれを本物を見に行きたいっていうラプンツェルの思いは届かず、自らそれを作り出すっていう炎属性の女の子になります。ゴースト炎タイプじゃねえかよ。でもこのさ、力使いすぎてさ、うん、最終的に自分の髪の毛の力でさ、うん、どん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 自分がさ幼くなっていっちゃってるってことでよろしい、これもういいかな、僕の話いいや、もうあのオタク特有の早口になってしまった今日、今回怖いよ、今回いつもの 1.5 倍速と大悟さんぐらいの速さで喋ってる。さやのこれってこれってあのフロリダ大学のあの研究成果で出てまして、ヴィランにすると大体あの女の子っていうのは過去にあの目の下にクマを作っておくと大体あのみんなの好感度が100上がるっていうのが検証されてるんですね。夫が早口で怖いよ。解説という名目で今日もわめき散らしていきます。アイリエル書きます。いやー、アリエルね、書くのめっちゃ楽しかった。いや、アリエルだからやっぱプリンセスね、プリンセスだからやっぱこうキラ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 チュルチュル感みたいなやつをね意識させていただきましたよ。あと肌色もね、もういつもよりちょっとピンクふわっと、ちょっとお腹にめちゃめちゃ気合い入れちゃったんだけど、あと髪の毛めっちゃね、めっちゃ気合い入れたの。あのディズニーのねグッズにね、なんかちょっとこういう雰囲気のやつがあって、ちょっとすっごいそれ意識した、このキラキラオレンジピンクふわふわ、いやー楽しかった、塗るの。あとこの鱗の感じとかもね、ちょっとよりキラキラする感じを意識させていただいたのとね、ふふふ。あと今回ちょっとこだわりでね、ちょっとがっつり影入れてないんですよ。ちょっと見て見てー、早く帰ってこいよな。そう、今回は暗い色で影は入れずに、あの似たような色を濃いめに入れて、それとあとね白いところとかをはっきり入れるのと、であとはあの本当は黒で主線を入れたくなかったんだけど、そんなことをするとゲンさんにめちゃくちゃに怒られるので、仕方なく黒で主線を入れたでござる。なんだそれ、侍でござる。で、色鉛筆で、ね、もうめっちゃ今回色鉛筆すっごいやってて、あのちょっと CG 映画の肌感みたいなのを目指したでござるんだよ。そういう寺子屋で習ったでござるよ、それがしね。急に撮ってつけてるキャラ。あ、やばい、海きれい。きれいじゃねえ、じゃねえだろ、見てほしいぞ。お化けだろそれ。後ろに海つけてもらっていいですよ。今回ドライヤーなかったじゃん。え、ドライヤー、だって寺子屋にはドライヤーないもん。むしろ、ね、今まで何だったんだじゃん。寺子屋。